スーパースターが国家の名誉をかけて戦う熱いフィールドのドラマ。そこには1930年以来14回の歴史の中で数々のスーパーゴールが生まれた。シュート！シュート！決まった！シュート！まずはワールドカップの歴史に残る名選手のスーパープレーをメドレーでフライングダッチマンクライクヘッド。 What a beauty! Hello, Andy Zay! What a shoot! What a beautiful goal! 2-0! You and Trice, come on! Goodness, Billy is running out! What's going on? ヘディングシュート！あの黄色いのは一体誰だ？これぞサッカーの革命児ペレ、フリーキック！さあ、ゴールキーパーが飛び出した！さあ、ロベルト・ハルカ、今全日本の監督、サッカーの伝道師ジーコ。そのままやったファインゴー、ジーコ。前回の得点王、イタリアの救世主といえばサルバトーレ・トト・スキャッチ。さあ、トト、インパクト、まずはイタリアのエースストライカーロベルト・バッチョ、抜いて抜いてシュート。続いてがディフェンディングチャンピオンドイツのリーダーロター・マテウス。シュート、ファイン、ロター・マテウス、ウェスジャーマン。そしてパリはご存知、アルゼンチンの天才ディエゴ・マラドーナ。いった、スーパーゴール10連発、いった、よし、ポイント、ホイ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 ト、ワールドカップ、どんなスーパーゴールが飛び出すか、そして栄光のジュール・リメ杯に口づけするのは誰だ。